さん。浜中君。はい。喧嘩自慢かな。俺口出ししにくいな。ここですか。喧嘩自慢。います。お前は？いや四回戦でしょ。浜中は。違うみたい。違いますよ。喧嘩自慢他にいるから。えらい意見分かれましたね。藤川君は一般でしょ。一般。右でいい。こっちですか。マジさん俺電話かかってくる。こっちですか。口上げ。一般でいいじゃないですか。宮崎はね、一応一勝して。戦でプロで、はいはいはい、やっぱ4回戦レベルはありますね。うちだけでいいんじゃないですか。まあ俺からしたらね。まあでもプロになってるからね。いらんこと言わんと思う。はい、楠木くんには悪いけど。口だけ。ここなんですか。口だけパンチにビビってるからね。ああ、そうです。それは克服するの難しいから。弱っ。これ網野くんに関しては、網野やってたら絶対強くなりますけど、ね、でも、まあ、俺からしたら口だけだけどね。でも、あの頑張れたとして、これですか。網野はね、ここは日本チャンピオンクラスでいいと思うんですけど。いや、それね、それは絶対ない。網野に関してはね、気遣って言うと、ああ。アミノはかわいそうなのが、はい、こいつをもう取り上げられたんです。こいつを主役で、はいはいはい、そうだったんですか。結構ずっとだから本当 ね、はい、どうなのかね。俺は喧嘩自慢と思うけどね。はい、やっぱ4回頑張れば4回戦。ちょっと待って。これ頑張ればみんなね4回戦でなれるんですよ。まあそりゃそうですよね。だから喧嘩自慢ここで、はい、喧嘩自慢。いや、ここはもう日本チャンピオンクラスだと思いますよ。あれ。お前さ、先生だって誰も文句の電話かかってこないでしょ。ここバンバン来るんですから。お前さ、ファイトクラブを見てた人が、はい、アミノがなんで日本チャンピオンになれると思うの。一般の人が。いや、頑張ってやれば。頑張ればみんなじゃあ世界行けるよ。そういう話じゃないか。先生が言うなら、はい、藤野はやっぱり4回戦ですね。4回戦アマチュアクラス、はい、ミノルはね、あの4回戦と日本チャンピオンの間ですね。ここら辺なんですね。まあそうですね、うん、まあ本当にもう B 級まで行ってるんで、 B 級って言ったらね、あの6回戦まで戦えたんで、はい、まあ、小松崎はね、俺は何回戦まで行ったんだっけ。まあ、美濃だと一緒ぐらいでしょうね。このまま隔離でやりました、はい、宮内はね、うちファイトクラブ入る前に、あの一応4回戦のプロテスト受かってるんで、まあ4回戦でしょ、これ、まあ、4回戦でしょ。太りは太りでも解体で体もでかかったから、ちゃんとやればの話か。まあ全員そうなんですけど、まあ、太りは俺ね、喧嘩自慢かな、ここら辺で。ああ、まあそうですね。はい、じゃあ次行くと、はい、それはね、口だけだね。口だけで、ここいわゆるね、ここよっしゃー。これ、ファイトクラブは始まって以来の失神経。白目向いてね。白目向いて。またその白目向いてるシーンをね、ゆっくり回すなよ。一平は、はい、まあ4回戦まで行ってんで。あ、そうですね。ね、お、口出しです。おお、よっしゃー。はい。まあ、初めはざっとつけていこうね。はい、はい、まず、浅野くんからいこう。浅野くんから、はい。浅野くんが、なんだこら浅野くんは、オーディションの時に、はい、ね、オーディションの時に、ね、ガムクちゃん。ガムクちゃん。俺が、お前何言ってんのや。なんでこりゃなんだこりゃ。ちょっと声高いですね。それで、ああ、出てこい。パンと上げやったら、パーンと振り出したら、こ
もうなんか、いけるかなパーって逃げ切ったんですね。喋るだけに結構ビビってますよ。なんだこれは、4回戦まで一応プロテストだったんで、はい、この辺で、はい、あ、浅野くんから LINE 来てましたよね。はい、さっきであの電話で喋りました。浅野くんは一番この3期生の中で誰が一番強かった、弱かったって言ったら、はい、やっぱ強いのは誰でしたっけ、箕浦小松崎でしたっけ、箕浦小松崎のどっちかじゃないんですかって、うん、一番弱いのはって言ったら、アミ君じゃないですか。アミ君じゃないですか。え、なんで言ったら、アミ君でもあのファイトクラブやってた時だ、時の話だ、はいはい、しょうがないですか。これが入ったんじゃないですかね。ファイトクラブだけだったらそれよ。はいはいはい。って言ってたんだよね。ああ。そんなこと言ってたんですか。ファイトクラブだけね。ああ、僕聞いてないんだよ。で、はい、次行きましょう。はい。山中はね、一応4回戦まで行ってんですよね。でも俺、山中4回戦まで行ってるけど、結局こいつは、まあ俺に破門になったし。はい。それはいいんですか、使うんですか。いや、俺は破門にしたし、こいつ結構口だけなんですよ。ちょっと市場が入ってきますよね。ダメですか。大丈夫です。ダメですか。ダメな人間ですもんね。めちゃくちゃ可愛かったんですよ。急に口だけ、急にポーズになって、だから俺に嘘ばっかりつくから。可愛がってたのに嘘つくからもん、これ。なるほどね。それだけです。はい、わかりました。ありがとう。はい、これはね、4回戦でもう3、4試合やって頑張ったんで、やっぱここに、いや、そこまでいかないかもね、はい、6回戦に上がれなかったんでね。トマル君は、一般、うん、まあ弱いけどね、これは口だけで弱いやつだからね。はいはい。トマル君は一般、俺より上やなと思う。あれ、佐藤兄弟か、兄からいくか、兄さんから、はい、兄貴はね、俺かなり喧嘩自慢と思うんだよね。喧嘩自慢。弟さんは？弟はね、まあ、4回戦はなったんだけど、俺、まあ、正直この中で、まあ、技術面はさておいて、はい、めっちゃパンチあるんだ。ハードパンチあるんですね。ハードパンチ。ただ不器用で気が強いんで、はい、打ち合いに行って、まあ、KO 負けしたんだけど、まあこれ頑張ればね、このね、4回戦と日本チャンピオンの間行くと思うので、はいはいはい、まあ、じゃあここぐらいですか。ここぐらいね。ほうほうほう、はい、これそうなると日本チャンピオンクラス誰もいないんですね。正直チャンピオンには、はい、日本チャンピオンって大変ですよ。ちょっと思って基準もちょっと、もう2コーバーあるんですけど、柴田さんと僕入れようかなと思って。シュン君は、はい、頑張れば日本チャンピオンになれるぞ。いいんですか。いいよいいよ、日本チャンピオンになれる。やった。あとアマチュアで、トップアマチュアだもん。超アマチュアで、はい、何位まで。全国は5位まで。全日本は、そう、小松田君のとこそんな感じにいるだと思います。でも小松田君は頑張ってるけど、行くそこで終わったって夢でしょ。シェフの場合はやってないから夢があるわけ。あ、なるほど。柴田はね、可愛がられてます、はい、柴田は。どうかな、その4回戦では上に行けると思うから、そんぐらいかな。4回戦、6回戦はそこ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 ぐらいか。上ですね。上、まあ、柴田でも思ったより弱くはないんだって、はい、でも強くはないんだって。あ、強くはない。まあその辺にしとこう。わかりやすいですね。はい、こっから変えていきましょうか。あ、変えていくんですね、ここから。変えていく。はい、最新作ですね。でまずちょっとこれをまさかの同じクラスみたいですね。口すごいじゃないですか。そうですね。まあね、まあそうだよね、まあ、口だけでいいね。はい、まあやれば強いけど、結構所詮みんなに立ってないもんね、 YouTube なんかでも。はい、でも斎藤さん多分ガチンコやってたと思うんですけど、うん、この人と同じぐらいだったってないんですか。なんか本当の評価がちょっとどこら辺なのかなと思っていないんですけど、まあ、スパーリングとかして、どこらい俺止まるぐらい。こんぐらいでいい。もうちょっと行きたい。
しゃあね、もう俺4回戦になったから4回戦入れてやるよ。連勝で確か男性男勝でしたっけ。もうやめてよ、もう一緒にやる、一緒にやる、一緒にやる。あ、でも、やったんすね。3割3分3分じゃあ、こんなもんでいいか。はい、こんな感じですか、うん、はい、ちょっと取りてみます。いいよ。はい、どう、うん、じゃあ、ね、みんな書いてるとこあるだろ。どうすかね。今、池江さん取れちゃいましたけど、パパ斉藤さんのランキングだと斉藤さんはもう、もうちゃんと男優しいね。やっぱこうやって、はい、やっぱ池江はね、ほんと口だけで弱いんですよ。お調子もだし、はい、ベンチ切ってさ、はい、昔、はい、綺麗になるけど、はい、向こうが来ようとしたら逃げていくタイプだから。メンチ切って逃げるんですね。そうそうそう。じゃあこれでもう完全に、いや、メンチ切って逃げるんじゃないですよ。メンチ切ってメンチ切り返してきたら目そらすんですよ。こんな感じにいいか。おい、欲しい。じゃあこれで確定させていただきました。はい、今日嬉しい。あれ、嬉しいことに僕がトップクラスに来ていただいてて、はい、あとアマチュア 4回俺最弱やないか。食べた。また最弱になってる。先生、僕もカッコつかないですよ、これじゃ。やっぱいいじゃないか。サムネイルはこれでも。これが現状かな。現状はもうこんなもんでしょ。あ、もうこれ確定なんですよ。もうこれ動かないです。もうこれ動かないですよ。いいですか。最終これで。はい。はい、わかりました。はい、これで。まあ、こんな感じですかね。視聴者の皆さんが気になってたガチンコ生の1期生から3期生までの、うん、格付けのランキングでした。